土佐田村氏は、土佐国田村省の豪族で、戦国大名長祖壁氏の家臣。鎌倉時代、道の北村省を藤原中京が領して、田村姓を名乗り、子孫は鎌倉幕府表情州などになった。室町時代、幕府の方向州になり、大見国の寺村の地頭を経て、戦国時代に土佐田村省に入る。時を経て、長祖壁氏の家臣となり、江戸時代は、 山内氏に仕えてしたかや王将をやとなったり、つくも寮にて武士になった。秀で流となってはいるが、尊貴文脈には、小野宮流の系譜に、藤原中助の子、中京と記載されており、本来は、小野宮流藤原氏であったが、秀で流に養子に行ったことなどが推察できる。鎌倉初期、源、頼朝の東北征伐の功で、大友義直が、 道の区田村将を領し、吉直は、その後九州の武前、文後二国の守護となり、領地が増えたので、研究5年、吉直と同じく、中原近義の養子となっており、大江広元の妹婿でもあった藤原中京が、田村将の領地を譲り受け初代の田村姓を名乗った。その子である田村中野は、鎌倉幕府表情集になり、陸守、伊賀守、野戸守を務め、 県庁4年、宗高新王が11歳の若さで、鎌倉に下って、聖意大将軍になると、その後権役を務めた。神奈川県鎌倉市大木ヶ谷にある改造寺は、中野が建立したと、寺のパンフレットに書かれている。中野の墓は、源氏山にあり、桂原岡神社の前に墓碑が立っている。田村氏は、鎌倉幕府と共に一度は滅んだが、 その後同じ一族の室町幕府表情集の摂津氏を頼って再興したようだ。室町時代は幕府の奉公集五番主を務め、大海の地村の地頭となった。摂津史料であった土佐田村省は1380年頃に死後の細川氏に占領されたが、永正四年に細川正元が暗殺されると土佐の細川氏は京都に引き上げてしまった。摂津氏は、 いつも行動を共にしていた田村氏を、土佐田村省に派遣して、給料の回復を図ったようだ。土佐に入った田村氏は時を経て、長我壁氏の家臣となり、田村忠重など、一族の活躍が多くの郷土資料に記されている。江戸時代には山内氏に主管し、下賀村の王将屋となったり、スクモ領にて武士になったりした。現在、土佐清水氏など、 二十地方には多くの田村聖の人たちが暮らしている。戸差し水鹿の会に田村氏の祖先を祀った田村神社がある。ありがとうございます。